日照権っていうのは太陽、お日様の光、照り輝くと書きますね。で、日本のまあ神話の歴史でいうと天照大御神という人がいた。で、今頃はそんなに学校教育の中でも教えないかもしれないけれども、やっぱり女性なんです。それから平塚雷鳥という人がいて、男女共同社会とか女性の力が非常に強くなってきたということで、元祖この女性は太陽であるということから考えてきますとね、みんな人間は、人は女性から生まれる。もちろん男性がいなければ種がないから、畑から何もできないわけだけれども、女性はまさに宝です。船の名前もシップも女の人の名前、それから命の宝、沖縄の言葉もまさに命も育むものは女性である。そういうことを考えると、お日様を、太陽を女神とするならば、人間が自然に太陽は自分のものにはならない。月まで行ったり火星まで仮に行くことができたとしても、太陽を自分のものにするわけにはいかないわけね。ということは、さんさんと降り注ぐその日の光は誰にでも万人平等に照り輝く。さて、それを一人だけが取ってしまったらどうか。簡単に言えば日照権と、権ということはまあ権利ということで、この権利義務なんていう言葉は明治以降の話で、まあ、福田諭吉が、欧米思想の中で人間の道理とか義ということで権利を、言葉を解釈して西洋思想の中に入れたことから出てきた。ところが戦前や戦後になかなかそういう権利義務という観念のあれは考え方ありませんでした。そして戦後の一時期から昭和も、昭和というの時代から35、6年、40年代に入ってくると、つまりオリンピックが あったのが39年でしたかね。で、それ以降に大きな家が建ち、マンションが建ち、出てくると、いわゆる見晴らし、景色がいい、住むという住宅の権利のほかに、お互い断立をする、家を建てる。お隣が大きな家を建てたら、自分とこは平屋だったのに、お隣さんは2階を建てた、3階建てしたら、お日様が入らないわけですね。ましてや日本は土地も狭いし、ちっちゃな町箱みたいな、家に住んでるわけだから、お日様の、をなぜ塞ぐんだと。大企業や金持ちのためだけじゃないとかね、建てる場所なりその角度が違うじゃないかといったことで争いになってやるのが日照権です。国立市は国立景観条例というものを作ったり、それからマンションの建設に対してもこれ長い間揉めましたね。結果的にやっぱりその日照権を権利として認められるようになってきた。環境権とか平和に住む権利、あるいは太陽の光を十分受け入れる権利ということで、日照権という概念、意味が出てきました。で、その判決が出て、例えば10階建てあるいは15階建てのビルも、光がその周辺に、そのビルが建つことによって、マンションが建つことによって、今まであった家に光が入らなくなる。夕日だけしか入らないとか、朝日だけしか入らない、じゃ困るわけですね。金持ちだけが住めるような高いマンションを建てて、その業者は儲かるだろうけれども、今まで住んでいた人たちのところには光が入らない。そして、影しか映らないんでは一体どういうことだと。で、立ってしまうと、今度は撤去させるわけにはいかないということになってくるわけです。そういうことから、マンション条例だとか、建築する前に、規制があったり話し合いというけど、この話し合いというわけは、ことは、いいようでなかなかできるもんじゃない。で、役所の立場からすると、いわゆる建築基準法に合致していれば、最初から日照権までをもう予測してするわけじゃない。といったようなことで、なかなか認められないが、最近、この最近というのは、そうですね、この10年来だんだんと権利義務、それから、内緒日本は
人の数が多い1億3000万人近くいるわけで、少子化社会といえどもやはり収入所得が多くなってくるといいところ、見晴らしのいいところに住みたいと、日照権プラス眺望権、いわゆる見晴らしの権利も含めてね、やっぱりそれを含めて買うということになるわけです。そういったことから争いになったケースはいっぱいありまして、今言った国立市の場合も、大きなマンションの一角を削るとか、それからその地区に公園を作るとか、それから保証金も十分払うとかいうようなことで折り合いをつけたと。これ私の方で市民運動として取り組んだんですが、仙台の事件でした。やはり10階建てのマンションを大手の会社が作りました。これはね、会社名を言ってもいいけどどこでも同じです。例えば、いわゆる大企業、リーマンショックが起こる前の、まだ前だったけど、大企業だからといって安心はできない。建築の大きなものを作ってやるけども、周りの中小企業たちに対しては、あるいは住民に対しては、まだまだ仙台っていうのは平屋、二階屋、あるいは三階建ての家も多いんです。そこに15、6階のマンションを建ててやろうと一斉売り出しで、かなりもう予約が入りました。それに対してその周辺の人たちが実力行使を含めて道路を塞ぎ、建築グルーマーを入れさせないと、で座り込み、それから交渉すると、業者の方は付近住民の同意を得なきゃならない。一応まあ紛争協議会というものが各県庁あるいは市役所にもあるんですが、ある程度斡旋はします。でそれで解決じゃなくて条件を厳しくしたり、または緩和したりすることはあるんですが、それでうまくいく場合は半分もないと思いますね。でしかしやらないよりはいいから、そういう情報をまず手に入れたときはすぐ市民の会合、町内会、自治会、そういうところで、取って、自分のところは日照権、そこのビルはマンションは関係ないなんと言わずに、なるべく広く多くの人が集まって意見をまとめて業者と交渉し、役所を動かすことです。で仙台の場合も結果的にですね、これはビルは建ちました。その代わり大きな道路に面したところをさらに2メートルぐらい内輪に、道路際に、敷地内に引っ込ませて、それから戸数を減らして駐車場なり公園を作らせたと。ということはその付近の住民の人たちも商店街で買い物をしなきゃならないし、やっぱり仲が悪くなっても困るわけですね。お互いが市民同士は仲良くしなきゃいけないのに、業者だけが儲かるというのは困る。そういったこともあって、結論的にそこで日照権の問題が出た。日陰って、お日様の日に影ができると、影が多くなれば自分のところは今まで、風通しも良かったのに、ビルが建つために風の流れが違う、それ流れが違ってくると、火も入らない、それは困るということで損害賠償請求を起こす、まあ、実際には裁判にかけずに和解で終わりました。まあ、お金は大した額ではなかったが、まあ、100万ぐらい請求したけど、結果的に30万円台だったと思うけども、お金じゃなくてそこで団結する日照権という概念、それからそれこそ自分たちで土地測量し、それからお日様の動きをですね、まあ高等学校程度というか、それの知恵があれば、地域にはいろいろの学者もいるし専門家もいるから、その人たちの知恵を借りて業者の方と交渉して、いかに科学的にお日様の光を奪われる、奪う権利はないんだよということを、理論と同時に人間の生きる権利といいますかね、まあ権利義務というのは言葉としては力強いけど、実際にはなかなか権利の主張ばっかりじゃ物事は解決しない。でそれこそどこかで和解をする、話し合いをつけるということの場合、建てたものを撤去させるなんていうのは、それが欠陥住宅であり、地震の耐震構造がないことが分かれば、もちろんそれ後から役所の強権で
撤回させることも可能であろうけども、あるいは補強工事をさせることもできるだろうけども、なかなか難しい。その意味では前もって交渉し、あるいは仮処分という方法もあります。そういう方法でもって、交渉して、これもまあ実質的に和解だけれども和解勝利ということになりました。それからお隣さんとのね、先ほど仙台の場合は3階建ての家もあるけれども、まだまだ15階のマンションに比べれば確かに低いけど、1階のお家あるいは2階建ての家から見れば3階の家っていうのはやっぱり自分のところで光が入らないわけですね。そういう場合もね、角度を変えるとか、それから光を入れるにはどうしたらいいかとか、で建ててしまった後、例えば2階建てにするつもりがさらにまた屋上奥を重ねるというか、増築してからする場合もあります。そういった後日の紛争に備えるためには、お隣さんが今度家を増築しますがよろしくと言った時に、何階建てのどういうことをするんですか、図面を見せてくださいと言って、それぐらいきちんとしておかないと、トラブルが起きてするよりもその前にやるということが必要ですね。といったことで、建築後の紛争よりもその前に納得するような交渉をするということが大事です。だから事前の準備、つまりトラブルを避けるためには事前に調査、事前の話し合いをしてきちっと決めておくということで、日照権の問題、それから道路幅の拡張も含めて解説がつくと、それが一つの知恵です。